エビテックワン、アクアドロップ、オリジナルのグリーンブースターを作りました。その紹介もあるのですが、完成までに、微妙に中身の仕様が違う本体が、たくさんできてしまったので、中身のパーツが違うと、音がどう変わるか、比べてみたいと思います。どういうエフェクターなのか、少し説明します。このブースターの元になったエフェクターがあります。それは、このステンドグラスで作ったエフェクターです。パーツ数を極力少なく、空中配線で作るというのがコンセプトでした。ちゃんと音も出ます。回路は極力シンプルで、こんな感じになってます。トランジスタの増幅回路で調べたら、出てくると思います。定数は伏せておきます。FET を使った単純なブースターで、周波数のピークは2から 3kHz くらいです。全体的というより、ミッドハイという感じです。ローは、回路的にカットされてるんだけど、パーツでローの響きを残すように組んでます。カットしてるのに、残すって何のこっちゃって感じですよね。いろいろと比べていきます。まず、どんな音か聞いてみましょう。ということで、音色はかなり変わります。どちらかというと、シングルコイルに合います。ブーストは最大で 15dB くらい。ハムバッカーでも少し弾きます。成分が入ってきます。鈴なり感というのでしょうか。気持ちよく響くという感じのブースターです。ここからはいろんな試作品を比べていきます。この2台は回路は全く同じなのですが、作りが違い、大きい筐体の方は空中配線、小さい方はユニバーサル基板に配線してます。前提条件として、空中配線の方がパーツは良いです。配線材の影響が大きいので、
入れ替えて試します。まずは空中配線。入れ替えます。ユニバーサル基板に配線したもの。もう少し分かりやすいフレーズで弾いてみます。空中発声の方は、立ち上がりが早くて、キレが良い。基板の方は、響きが良くて、張り付いてる感じがある。どっちが良いかは好みだと思います。基板の方が弾き心地が良いです。空中配線の方はキレが良いので、ギターのうまさがバレます。空中配線の方は、よくある音なんです。馴染みのある音と言うんでしょうか。基板の方は、普通のエフェクターにはない、響きと質感があるので、今回はこの仕様にしました。最初は空中配線の方をメインで作ろうと思ってました。次はこの3色を比べます。1箇所、コンデンサの種類が全部違います。この部分のフィルムコンデンサです。容量は同じです。グリーンの本体は、パナソニックの EC9V です。真ん中のスカイブルーの本体はビマの MKS2 です。右のブルーの本体は秘密です。わかりやすいように名前を貼っておきます。音を聞き比べてみましょう。わかりやすいように、ブーストはマックスです。という感じで、違いは微妙です。わかりやすいフレーズを弾いてみます。パナソニックの EC9V は全体的にぼやけてるという感じ。ビマの MKS にはローもハイもはっきりして、出音も速い感じ。右のブルーの本体は、ローがはっきり出て、ハイは控えめという感じでしょうか。間違いなく言えるのは、ビマの MKS2 が優秀です。オーディオで使うなら、ビマ。D
ギターで使う場合は、ハイが出すぎるのが個人的に嫌なので、却下。ブルーの本体のコンデンサは、ハイは控えめだけど、ローははっきりする感じ。ローは回路的にはカットしてるんだけど、低音ははっきりさせたいので、合ってるものを選びました。次はこの2台。実はボリュームポットが違います。左のスカイブルーは特別なボリュームポットで、右のブルーはアルファの RDQ、普通のものです。値が少し違うので、ボリュームは最大で試します。クローゼンで音圧というか音量が明らかに違います。完成品は左側のもので、ボリュームポットでのロスがより少ない方です。最後におまけなんですが、完成品はスイッチング電源のノイズ対策をしています。右のステンドグラスはケースの問題ではなく、回路的に全く対策してません。まず、音を出るのを確認。音量を上げます。使用してる電源アダプターは DC エレクトロニックのパワープラグ Q です。これがノイズ対策なしのノイズ。若干出ちゃってますが、かなり減ってます。支障がないレベルだと思います。次は秋月電子通商で売ってた激安の電源アダプター。すごいノイズ。だいぶ収まってます。スイッチングの電源でも使えるようになってます。作りとパーツでエフェクターの音が変わるのかを
いろいろ試しましたが、変わりましたよね。結局は、どういう音を出したいかによって、どういうパーツを使うか、作りをするかが重要ではないかと思います。このエフェクターは、回路的にはハイ気味だけど、ローの繊細さと響きは残したいということで、このような作りになってます。今回の動画が参考になったという方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた、次の機材でお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。